アリスさん、特殊メイクのコツを教えてください。かっこ指切さんの食べれる特殊メイクのやつです。メイクをした時にすごく凝った部分はやっぱり肌の色です。やっぱり醤油とお水と小麦粉とかだけだったので、お醤油でやっぱり肌の色を表すとなると本当に難しくって、やっぱり分量とかだったりとかで、お醤油と水を足してこう割ってって、薄くしながら色を混ぜたりとかしてもいいと思うし、本当にあそこの色に関しては本当に凝った部分ですね。はい。なのでもしお家でやる方いらっしゃったら、濃くなりすぎちゃったらお水でもいいんですけど、マヨネーズとかだったり白いものとりあえず入れたりとか、ほんとお醤油の分量に気をつけてやってみてください。オフ会やりますか？やるのであればにゃ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 、はい、オフ会やりますか？やるのであればリニアモーターカーの速さで届けてほしい。オフ会やりますか？やるのであればリニアモーターカーの速さで飛んで駆けつけます。ありがとうございます。実はオフ会はずっと前から目標にしていることがあって、5000人行ったらやりたいなと思っています。はい。今アンファーさんの松井アンバサダーをやらせていただいているんですけれども、そのイベントをやらせていただくことになりました。岡山のグランドプラザにぜひ遊びに来てください。1月10日お昼からやるみたいなので、詳細は決まったらもう一回ツイッターとかで告知すると思いますので、よかったら皆さん1月10日開けておいてください。いつもしていることってありますか？いつもしてること、いつもしてること、いつもしてること特にない。なさすぎてつらい。好きな果物は何ですか？好きな果物、マンゴー。目玉焼きにはソース、醤油、機械油、豆油、どちら派ですか？選択肢おかしくね。塩派です。極めなくてすみません。嘘、醤油派です。キズメイクって誰でもできますか？できます。やろうと思えばできます。絶対。私のこと覚えてますか？好きですか？私のこと好きですかって質問が 3,4 人の方から来てて、はい、嬉しいです。大好きです。皆さん本当に大好きです。いつも本当に応援してくれている皆さんのこと本当に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 大好きです。ラスト、2014年で一番印象に残っていることは何ですか？はい、ですね、2014年は本当に濃い1年だったと思います。しょっぱな1月から世界仰天ニュースに出させていただいたりとか、いろんなテレビ番組、本当にちょっとですけどね、出させていただいたりとか、本当になんかすごい濃い1年だったなと思います。でその中で私が去年2013年に挙げていた目標があって、自分の中でやっぱり、こういうぽっちゃりモデルとかタレントとかをさせていただくにあたって、もう本当にいつか東京ガールズコレクションに出ることっていうのを目標にっていうか、半分は笑い話だったんですよ。いつか TGC 出たいなみたいな感じでいたことが今年の9月に実現されて、まさかの本当に TGC の舞台に立つことができたので、夢が叶って、本当に願っていれば夢は必ず叶うんだなと本当に感じた1年でしたね。登録者さんとかも本当にいつもありがとうございます。もうあとね、数日で2014年終わってしまうなんて本当に寂しいんですけど、2015年、なんかね、本当に年取るの早いですね。私、永遠の16歳って言っていられるのも今のうちだなと実感しております。はい、ということで、2014年の一番の心に残っていることは、やっぱり東京ガールズコレクションですね。実は、まだ告知しちゃいけないんですけど、ちょっと1月に皆さんにまた、お伝えすることがあるかもしれないので、ちょっと本当にね、多分近日公開とか、本当に
ギリギリに公開するかもしれないんですけれども、またお知らせがあるかもしれないので、よかったら皆さん楽しみにしててください。はい、ということで、本当に2014年もお世話になりました。皆さんありがとうございます。2015年は本当にちょっとずつでもいいので、バラちゃんとダイエットチャンネルを本当に自分のペースで更新はしていこうとは思ってるんですけど、このメインチャンネルの方は本当に週に1回は出せていけたらいいなと思っておりますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、ということで森崎アリスでした。皆さん良いお年を。バイバーイ。